読むと A が B が先生、うん、どうしたのか、なんか教科書忘れちゃったみたいなので見せてあげてもいいですか。じゃあ頼むよ。はい、例えば彼女とかいないの。え、何の人、そうなの。家はこういう時に言っちゃうよ。